池袋駅西口ご通行の皆様、足を止めてお聞きくださっている皆様、こんにちは。私は参院選東京選挙区立候補の田中康夫でございます。私にとっては池袋は懐かしい街なのよ。というのは私は中央線の武蔵境の日赤病院で昭和31年に生まれた。で皆さん信州に私は小学校2年生前回の東京オリンピックが開かれた年に父親が信州大学で教えるようになったんで上田に移ったんですけどね、上田と松本に。それまで住んでいたのがなんとこの西武池袋線に乗ってったですね、当時は田無町って駅があったんですよ。北多摩郡田無町で西武新宿線に田無って駅がありますけど、私が生まれた時はそれは記憶がないんですけど田無町って駅だと。で田無町って駅がひばりが丘団地ができたのでひばりが丘っていう駅になったんですね。で私はひばりが丘団地のすぐそばの都営住宅に住んでまして、もう亡くなりましたけど明治25年生まれのおばあちゃんと一緒に西武線に乗って、まだ幼稚園に入る前だから3つになる前駅名をずっと言っていくんですね。で法屋っていうのは言いやすいんだけど次の石神井公園が言えなくて石神井公園って言ったら横にいたおじいちゃんがお宅のお孫さんは江戸っ子だねって言われたのをまだ2、3時に覚えてるっていう、そういうちょっとおませな子です。なので特に、大体池袋に来て父親が講談社のですね野間教育研究所ってところで働いてたんで、当時はまだ皆さん今もうちっちゃいお子さんは分かんないけどおでんだけじゃなくてトロリーバスっていうのが走ったんでしょ。トロリーバスってのはヨーロッパでも今ありますけど電線が張ってあってバスが電気で動くっていうトロリーバスが池袋のうちにはいっぱいあったんですね。で西口の側はですね父親のなんか大学の研究者の先輩が住んでたんでこっち側に来るとですね私はこちら側にだけほら国際工業のバスがあるでしょ。で国際工業のバス見た時に私は2つか3つの時にあメロンバスって言ったんですよ。だってなんかほらメロンの皮のような色してるじゃないですか。だから未だに私は国際工業のバス今日もずっと成増の駅で朝6時半から、9時半までチラシを配りました。こういうマイクは朝8時から夜8時まで使っていいんですけど私は朝街頭だって皆さん朝はだって1分1秒急いでるじゃないですか。今こうやって聞いてくださってる方だって朝は本当に会社行くの嫌だなと思いながらも遅れちゃいけないと思ったでしょ。他の人ってみんな8時になった途端にマイク持つんだよね。マイク持って我が党はとか我が候補者ってほとんど自分で一人で別に行ってるカラオケやってるようなもんですよって私は思うわけ。私がそんなこんな政治とかね2000年から知事になったんだけど行政とか紛れ込む前から世の中良くなってほしいと思うんだけどなんかその手の人たちってなんとかは反対って言ったりなんとか廃止って言ったりそうでないとやってることがだって今の経済だってちっとも良くなってないのに皆さん新しい判断とかで新しい判断しなきゃいけないんだったら今までの判断はどこが至らなかったのかってことは素直に認めなきゃいけないのに新しい判断して今までのこと帳消しにするみたいな、それで朝からマイク持ってかなってる。なので私は朝は必ずマイクを持たないで別に自慢話してんじゃなくて本当に今日も成増の駅頭のところで田中康夫でございます参院東京選挙区です手を出して取ってくださる方もいる、わざわざ来て取ってくださる方でも、もう急いでらっしゃるしちょうど何列にもなってるから歩いてるところで何か目があった方には私は他の人に当たらないようにして散らす。こんなヤッシーのや体験者が意外とそういう動体視力は鋭いんですよ。だからカモシカですからね、動物ですから、そんな話をするためになので西口に降りるたびに私は国際工業のバス見るとメロンバスっていうちっちゃい時言ったのを思い出します。今手元にこの丸いチラシ、これチラシですからよく聞かれるの大丈夫これ公職選挙法違反って後ろ見てくださいよ、シール貼ったんだから選管のね、選挙の期間中に食われるやつだから。なんかどっかのお姉様は選挙の期間中じゃない盆踊りの時に絵のついたうちわを本物を何万枚も配ったんだからこれは公選法違反なの。なのでこれは皆さん持ってても池袋警察から呼ばれることはありませんからどうぞご安心してですね、そしてうちは大きな組織大きな労働組合とか
大きな上場企業とか大きな宗教団体なんか一個もございませんので、皆さんも皆さんがぜひ一枚だけじゃなくてお聞きになって、少しはまともなこと言うな安いわと思ったらですね、あと2枚くらいお持ちいただいて、帰りの電車やバスの中で目が合った人にちょっと渡していただくというボランティアをやっていただきたいと思います。7つの公約というのが書いてあります。もちろんこの7つ以外にも私は今まで信州長野県でいろんなことをやってまいりましたし、あるいはまあ衆議院議員時代にもやってきたことがありますが、一番上、まあ、ちっちゃい今日お子さんがいらっしゃって、なんかリク君っていうリクさんね、お兄ちゃんがソラさんって言うんで、ソラとリクってつけたってすごいママなんでございますけどもね、リクさんの、あのね、信州でやったのがね、老後一元化ってのやった、なんだかわかる？おじいちゃんおばあちゃんのデイサービスと乳幼児の保育所を一つ屋根の下で行うってことやったんだ。だってじいちゃんばあちゃんが孫の世代との顔見たら元気になるじゃないですか。一緒にお昼ご飯食べてお昼寝したら孫の世代だってじいちゃんばあちゃんの知恵もらえるじゃないですかね。日本はみんな世代分断の福祉なんですよ。それともう一個ね、今東京で空き家がどのくらいあるかご存知ですか？空き家率が 12% もあるの。 12% って6軒に1軒くらい実は空いてるってことよ、マンションの部屋も入れれば。ところが国は、私はそういうところを使って、だって商店街の、今も大山商店街行ってきた、まあ、大山商店街は元気だけど、でも皆さんの地域商店街空いたお店いくつもあるじゃないですか。住宅だって空いたところある。私はそこを使ってデイサービスやったらいいんじゃないかって知事の時思ったんですよ。なんで思ったかって、だったら皆さんね、東京も2020年にオリンピックやって多分大借金とになっちゃうんだよ。今財政豊かだなってるけど、全部国の失敗を押し付けられちゃいますからね。で、長野県も大借金県だ。私そんなの、それまではさ、なんか平成教育委員会に出たり、大昔笑っていいところに出たりね、原稿書いた人なんだけど、ただ長野県って借金してた？1日の利息の返済だけで、利息だよ、利息の返済だけで1億4800万円もあったのよ。で、利息しか返ってなかった、返してなかったのよ。元本ちっとも減ってなかったの。過払い請求ずっとやってたようなもんですよ。これダメだということで、県民に包み隠すことなく伝えて、そして職員の協力を得て6年連続借金をずっと減らしたの。これね、自慢じゃないけど47都道府県で唯一なの。他の46都道府県はその間、私が知事やった間、借金ずっと増えたんだから。で、毎年の収支も入ってきた税金の中でやりましょうってことをやったの。まあ、これはあの黒字化、プライマリーバランスだよね。私とか石原慎太郎さんだけカタカナ使って皆さん思ってるでしょう。役人の方がよっぽどカタカナ使うんだから、プライマリーバランスってなんだか分かんないでしょ。で、日本語に直すと基礎的財政収支って言うんだけど、基礎的財政収支だって基礎的も減ったくらいもないんだけどね。こうやって役人は逃げんだけど、まあ、それも黒字にしたわけ。でも他の県ずっと赤だって。本来当たり前のことでしょう、皆さんのうちの家計だって。だけど当たり前のことができないのが政治や行政なんですよ。そして今日本1000兆円の借金になっちゃった。なんで集落の空いたお家使ってデイサービスやろうかと思ったかというと、ありがとうお母さん、まあ、ちょっと聞いてってください。今ちょうど涼しい風来たからさ、なんかほら猫ちゃんの絵が、ありがとう、すごいよ、ほら見て、皆さん見てよ、これ猫の、猫ちゃんのほらこんなね、すごいおしゃれ、ね、おしゃれな、これな、自分で刺繍したの、売ってたの。いや、今びっくりしちゃった。けるのって言ったら、けるのって言ったら、そうよ、だって掲示板の3番目のとこ、上から右から数えて3番目に私のポスター貼ってるから覚えてる。やめますよ、なんかそんな遊戯場から急に帰ってきたみたいなこと言わないでくださいよ。で、日本は福祉が、皆さんデイサービス、皆さんのご主人のね、実家がある本籍地があるところ行くと、デイサービスが集落の中にあればいいのに、離れたところにあるでしょう、バスに乗って行くようなね。で、これね、4000万円以上の新築でないと国は補助しないの、デイサービスに。4000万円以上の立派な建物を作るとなんと3000万円まで補助するの。でもこれ全部皆さんの税金よっていうか借金よ。で、土地も自分で持ってなきゃデイサービスはやっちゃいけないってことになってたの、国の認可では。だから大きな農業団体や大きな建設団体が皆さんの本籍地があるところでデイサービスやってんだよ。保育
育所もそう、4000万円以上の立派な建物、それと3000万円、はっきり言って田口君のと同じ箱物行政でしょ。確かにね、100平米以上だと台所を防火にしなきゃいけないとか消防法はある。でもその方が5、600万円で修繕をして、もう2、3週間後にはデイサービスができるじゃないですか。信州長野県はそれを100カ所やったの。宅用老、宅老所って言います。帰宅の宅に老人の老のところ、100カ所くらいやった時に、ある一人の女性職員がね、信州は女性の働く率が全国47都道府県で最も高い働き者の県だと、だからデイサービスに保育士の人置きませんかって言ったの。彼女はなんで、保育士の人がいたら同じその集落の中で0歳から就学までの子を一緒にお預かりできる、先ほど言ったじいちゃんばあちゃんと孫さん、お孫さん世代が一緒にお昼食べてお昼寝したらお互い元気になるでしょう。お年寄りをお年寄りだけで置いとくんじゃない、あ、それはいいな。でこれもまた国がお金出さないんで、財政再建しながら長野県は350箇所作ったの。これを宅養老所って名付けたの。自宅の雰囲気ね、畳が自宅に幼児の幼、老人の老のところ、ちょっとはいいと思うでしょ、ね、だけど国はずっと4000万円の建物を作んなきゃ補助しませんって言ってたの。おお、なるほど。これは何、ああ豊島区議会議員様、え、これ福郎様、え、福郎先生に来なくても、あ、福郎、そうですから、福郎は何、預言者なの、そうするからいいもん、縁起物なの、本当すごい、福郎ってこんな色してるんだ、え、子供なの、子供ちゃん、こんにちは、福郎ちゃん、何歳くらいですか、これ6ヶ月です、お名前がついてるんですか、レオって、レオ、なんかレオって、ライオン、レオって言ったジャングル大帝レオって言ったのがあったけど、笑う人いるけど多分もうそこのママなんか知らないよね、ジャングル大帝レオなんてね、え、知ってる、本当若作りしてるだけで実は結構いい年齢、嘘嘘、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、福ちゃんよろしく、話戻す、でこれは私衆議院議員の時に国の制度にしましょうって制度になったんですよ、宅養老所に、やっと国もお金出すようになった。ところが未だに統一したパンフレットができてないの。なんでだか知ってる、厚生労働省で老人の部分を扱うのは老健局って、老人の健康って乳幼児のことだって、今子育てが大事ですって、安倍ちゃままでこれが日本の一番の課題だとか言って、憲法じゃないってね、経済も大丈夫、新しい判断つって福祉だっつってんのに、乳幼児のことを扱ってる部署は皆さん厚生労働省の中で雇用金と児童家庭局、雇用金と雇用って雇われる名は体を表すってもんで、雇用金等の方が児童家庭局、子育てとか女性の働くってね、子育ての環境にも前にあるんだよ。だから縦割り行政で統一したパンフレットがないの。だから私はぜひ今度ですね、もう一回私の反省も含めて参議院議員にさせていただいたら、やっぱこれをきちんと国の制度で、東京だってさっき言って 12% 空き家があるんだよ。そこで声が若い子と乳幼児とおじいちゃんおばあちゃんの笑い声がした方がよっぽど街は元気になるじゃないですか。だから箱を作るような発想をやめましょうってのを1個書いてあります。2番目に、まあ、またママがいるんで、フランス流の保育ママを導入しましょうって書きました。っていうとね、通りすがりの人がね、この間言ったら、またヤッシーはイタリアやフランスが好きだから書いたんだろうって、何言ってんだってね、まあ実際今日もネクタイ実はおめかししてプラダのネクタイだけどさ、そんなこと言うために来たんじゃねえ、大丈夫でいいぞ。フランス流ってね、皆さんフランスの出生率は 2.01 なんですよ。ヨーロッパ大陸で一番高いの。日本の出生率いくつかって今 1.43 なの。通常ね、まあ途中で不幸にして病気や事故で亡くなる方もいるから、出生率が 2.07 でほぼ人口は横ばいって言われてるの。ってことは 1.43 はひっくり返ったとしたら下がっていっちゃうんだよ。でも私はね、人口が減っていくことが怖いことじゃないと思ってる。だって皆さん、司馬遼太郎さんが書いた坂の上の雲の時代の日清日露の頃、日本の人口何人か知ってますか？日露戦争の時の日本の人口は
当時国勢調査こそないけど複数の調査によれば4800万人から4700万人、今の人口の半分以下ですよ。だけど今までのような量の拡大の高度経済成長じゃない。今量の維持ってみんな政府は言って一億総活躍ってるけど、厚生労働省の社会保障人口問題研究所の調査だってあと60年経てば日本の人口は8000万になるって言ってるんですよ。なんで1億人維持なんて目標を立てるの。フランスやイタリアだってそれはまあ汚職もあってとんでもねえ部分はあるけども、皆さんだってフランスやイタリアのご飯とか洋服だけじゃなくてなんかテレビで見ていろんな生活見てちょっと憧れるとこあるじゃないですか。両方とも6000万人の国ですよ。私たちは日本が8000万人でも一人一人が幸せを感じられるような社会にしていく、それは4000万円でデイサービスや保育所を作ることじゃないですよ。お隣というか杉並区、この間テレビでやってたでしょ、保育所作る土地がないから公園を半分潰して保育所作るって。でゲートボール公園でやってたじいちゃんばあちゃんはびっくりしたって。ママたちはまあ保育所欲しいけどそんなおじいちゃんたちと無用な争いしたくないって。ありがとう。テレビのワイドショーのコメンテーター、いやこれは方法とも大事だからゆっくりゆっくり話して住民合意を得て、そんなことしてたら子供は9歳10歳になっちゃいますよ。お年寄りも年取っちゃいますよ。だから私たちはそういう発想を変えないといけないと思ってます。で保育ママの話、フランスは 2.01 の出生率、日本よりもフランスは子育てに使っている国の費用が、まあ、対 GDP 比というのは経済の規模、経済の規模で考えると日本の3倍なんです。ってことを言うとまた評論家の人たちは、だから立派な建物早く作んなきゃ、建物を作る4000万円のに使ってたらいくらお金があったって足りませんよ。フランスは実はね、知ってました、ママ、あのリクちゃんとソラちゃんのママ、フランスので保育を受けてる子供で保育所とか、まあ、託児所とかそういったところに行ってる子はわずか3割なんです。じゃあ残りの7割どうしてるんだ。残りの7割の保育をやってるのが保育ママなんです。それは何か、多分お母さんたちだって子育ての経験あるよね。子育ての経験がある人が60時間国の講習を受けてきちんと資格を取ると、その人が自分のお家で最大3人まで近所のお子さんを預かることができる。そしてその費用はきちんと国が税金から直接保育ママをやってくれる人に支払うんですよ。私はこれ知った時に、日本は福祉もみんな大きな保育業界、幼稚園業界、それに作ってるような天下り団体に補助金が行く。でも大事なことはやっぱりまともに日本で良くしたいと思ってくれてる人たちに直接保育ママやってくれたら税金からお金を払う、それが地元の雇用になるじゃないですか、経済効果になるじゃないですか。実は日本には68万人も潜在保育士という人がいます。保育士の資格を持ってるけど今働いてない人、じゃあその他サボってるかったら私は違うと思う。自分に子供が生まれた、4歳になりました、自分保育士だったのに抽選で保育所は外れちゃった、待機児童になっちゃったから自分は未だに働けない、でもその人も家で保育ママができるようになればあと2人近所のお子さんを預かりできるじゃないですか、ね、そしてその人に税金からお金払うことが立派なことですよ。あるいは、ね、今保育に復帰するったら多分保育園朝7時から夜8時くらいまで勤務して週5日6日働く、でも保育ママをやってて私3日しか預かれないって言って、ご近所に歩いて10分15分のところに資格取った人がいれば残りの3日4日は預かってくれる。これこそが地域の私はコミュニティだと思ってるの。なぜかというと皆さん、この東京なんかオリンピックやるってる、本当にうまくいくのかいかないのかよくわかんないんだけどね。でもオリンピックやる2020年には東京の人口も減ってくんですよ。まあ、皆さんのご主人の実家のある秋田とかあるいは島根はもともと人口が減って減少してたから、でもそこにはまだ地元の消防団という絆があったり、あるいは斜め向かいの独居のおばあちゃんは耳も遠くて足も不自由だから地震が起きた時には声をかけてあげようっていうのがある。皆さんの住んでる地域まだあるかもしれないけど、でも新しい30階建てのマンションができてるような地区は顔見知りだけどその人が
なんだか個人情報って知られたくなかったりなんかしてコミュニティないわけでしょ。私はやっぱりこういう宅養老所であったり、あるいは保育ママであったり、そうしたことを通じてオリンピックっていうなんか大きな目標に向かってはしゃいでるんじゃなくて、それはそれとしてやはり皆さんの地域の福祉や医療や教育をきちんと充実させないと、日本はあるいは東京は図体だけ大きくたってありがとう骨粗鬆症のようなものになってしまうと思ってます。それが1番目2番目です。まあ、その他いろいろと書いてあるんで読んでいただきたいと思う。6番目に書いてるのはね、平和的予備役って書いてあるのか、都知事、それみんな毎日言われるの、毎日言われるんだけどさ、だけどさ、いい？だっていや、オリンピックを大幅に見直すならともかくだよ、やめるとかじゃなくて、オリンピック国が決めたんですよ、森喜朗さんが。多分今度知事になる人はうまくいかないとみんな責任を捨てられるよ。というよりもいい？だって今知事に出るって言われて、またなんかいろいろと出る人出てきたけどね、いやいやいや、だってあれだよ、私さっき言ったように借金全国の知事で唯一減らしたでしょ。その間に借金2倍にした人がいたの、岩手県に。その人が今自民党はこの借金を2倍にした人こそ改革派だっつって知事に出てくださいって言ってんだよ。だからね、やっぱ私の考えはおかしいのかと思ってるの。最近借金減らして30人学級小学校6年生までやって、談合続きの入札を改革してというよりも、国が言う通りに借金2倍にした。でもその人が都合がいいんで、私はある意味じゃ本当にオリンピックの後の宴の後、長野も私がオリンピックの後の宴の後だったから、こんな突拍子もないかもしれないけど、多分皆さんが思っていることをプロの政治家という人はそんなのできませんって言ってた。私は皆さんの思っていることをやるのが仕事だと思ったからいろいろやってきたんだ。で、まあ6年間で利権作んなかったからちょっと追い出されちゃったんだけどね、人徳なかったんで。だからまああれだよ、まあ、私が言ってるのはオリンピックの大文字で有頂天になってんじゃなくて、今言ったようなそういう地域の再生をする必要があると思ってる。だから私はこの東京にだってね、義務をつけんじゃなくて、みんながだってお祭り皆さんやるでしょ、同じように消防団というものを若い人が入れるような社会にしなきゃいけないと。6番目に書いたのは、人が人を助ける平和的予備役って書いたの。なんだかわかる？この間の熊本の地震だって水道が破裂して、水道がね、だって水が大事じゃない。じゃあ給水車が来たって、それぞれの家が半壊の家だって水が出ることが大事。でもそれ地元の業者がやったんだ。地元の業者の人もみんな被災者でしょう。私はこの日本の凄さはね、70、80になったって水道だけじゃない、電気工事だけじゃない、大工さんや左官さんやものづくりの旋盤工であったり、やっぱり専門的な資格を持った人たちが日本のものづくりを支えてきた。私はこういう人たちを平和的予備役、人が人を殺しに行く軍事的予備役じゃなくて、人が人を助けに行く平和的予備役として登録してもらおうと思ってんの。そうしたら東京だけじゃない、名古屋で中南海地震が起きた時だって、じゃあ国がその人に一緒に行ってくださいと、水道直す、ガス直す、交通費は飛行機飛ばしますよ、ガス出しますよ、でもボランティアでやってください。私はこういうことが人忘れたもんじゃないってことだと思ってんの。だって皆さん昔ペルーで大地震が起きた、ペルーってほら日本の人がブラジルと同じように移民をして一生懸命やってペルーを築いてきた。そしてペルーの大使館でどんちゃん騒ぎを日本がしてた時に、トゥパクアマルっていう、まあ、ゲリラの人たち、貧しいからなんだよ、その人たちが占拠したじゃない。あの時一人残らず日本の人を無事に救出してくれた国でしょ。でその何年か後に地震があったんだ。私は日本の政府が何かもっと具体的にするべきだなって思ったの、軍事じゃなくて。でもその時に日本の政府がしたの何だか知ってますか？マイアミから普通の飛行機に毛布を積んで飛ばして大使館員がついてったわけでもなくて、現地のこの間バングラデシュで殺されちゃったジャイカという地域の経済やってる人が持ってったの。でもね、水道が壊れた、そして世界遺産の地下過去まで行く道路が寸断された、その時になんで日本の政府専用機に乗って水道を直す人、道路を直す人が平和的予備役として行かなかったのかな。トルコの人がトルコの船を救った和歌山沖のことを未だにトルコの人は覚えてる。
日本が恩返しとしてそういうことやって1週間でも5日でも早く水道や道路が直ったら、これは日本は本当に平和的な国だなって思ってもらえると私は思っている。そういう平和的予備役を国内だけじゃなくて海外にも、人が人を殺すんじゃなくて人が人を助けに行く、こうした制度を私はぜひ作るべきだと思っています。それもここに書いてあります。今回私が公認を受けたのは国政政党の大阪維新の会って言います。これだけ聞くとね、なんかなんだよと、大阪からゲルマン民族の大移動みたいに東京を征服しに来たのかっていう人がよく言うんだけど、違うの。この党がだって大阪も放漫財政だったわけでしょ。それを大阪も地域主権の確立と既得権益や中央集権の打破ってことを言ったの。私も2000年から逆に言ってたので、彼らは言ってるのは、彼らもお給料3割カットしたって言うけど、私2000年から最初にカットしたんだよ。まあその時も言われた、あんたはだって田原総一郎さんって、まあ今はだいぶヨボヨボになってるなんて言うと、またテレ朝の人がさっきまで取材にいたんで怒っちゃうけど、サンデープロジェクトに出て、なんなら出演料なんて5000円くらいだからね、健康もあるからいいでしょって、そういうことだった。でも大阪もそういう改革したわけじゃない。だからそれぞれ地域主権の確立、そして中央集権の打破、ね、既得権益の打破、だって今皆さん知ってる？47都道府県で 75% の知事は霞が関の官僚出身なんだよ。いや官僚にも優秀な人はいる、でもなんで官僚がなってると思う？そしてまたなんで東京で岩手県の借金2倍にした元官僚を自由民主党が知事にしたいって言ってると思う？彼らは前例がないことはやらないじゃない。彼らはいい意味で今までの既得権の人にとっては都合がいい人なんだよ。言いなりだから、ヤシみたいなやつじゃないから。でもそれじゃあ国の借金はもっと増えて、皆さんの生活はもっと衰えていく。今国益国益って声高に語る人がいる、でも私は違う。国民益があってこそ初めてみんなが誇りに思える国家益でしょう。国民益が疲弊していって、なんで現場を知らない人が威張り腐って国益って胸を張れるんですか。私は当たり前のことを今まで言ってきたと思っている。なのでその大阪維新の会が目指しての同じ頂きを目指すこと。でも山の登り方はいろいろある。信州でやったことも何話でやったこともそれはそれぞれの地域が違うもん、東京でやることも違う。でも同じ頂きを目指そうということで言っています。7番目にね、乳幼児から大学までの教育の完全無償化って書きました。多分皆さんそりゃいいと思うけど、できるわけがないって、もうマスコミから刷り込まれてんだよ。財源どうすんのとか言われちゃう。財源なんて簡単だって、皆さんの会社100万円の仕事を、まあ、道路修繕でもいい、あなんか建物の補修でもいい、100万円の仕事10箇所で予算1000万だよね。これを今行政はシーリングつって天井つって1000万円はかけられないって、800万円にしましょうと。そうすると800万円だから100万円の仕事は8箇所しかできませんっていうのが役所の発想。でも皆さんの会社だったら、ね、蘇生乱造したら PL 法で引っかかっちゃうけど、切磋琢磨をして今まで100万かかってた仕事をみんなで80万円でやって10箇所成果は同じ数にしましょうってのが普通の考えでしょ。でもそれがないわけですよ。でだから財源がないないしっての今税金を上げなきゃ福祉は維持できません。税金を上げないんだったら、今税金を上げないって言ったら新しい判断っていう人がいるんだけどね、新しい判断っていうからには今までの判断は間違ってたとか至らなかったって言わなきゃいけないのに、なんか消しゴムで全部消しちゃったような話で、税金を上げないと福祉は低下しますって。じゃあそれは先ほど冒頭で言ったように福祉のデイサービスも託児所も4000万円以上の建物を作んなきゃ補助しないなんて制度が未だにあるから箱物になってるわけでしょ。で私たちはなんでこれ書いたかと、憲法26条には教育を受ける権利って書いてある。そしてその下に義務教育はこれを無償とするって書いてあるの。だったらこの義務って言葉を取っちゃったらどうですか。だってフィンランドでできてんだよ、ヨーロッパの他の国でできてんだよ。こういうこと言うとね、いや人口の規模が違う、こんなこと言ったら1億3000万円の日本でできる、3000万円じゃない、1億3000万人の日本でできることは人口の多いアメリカやインドや中国では永遠にできないって話じゃないですか。前例がないからこそみんなが願っていることをきちんと工面をしてやるのが私は政治や行政だと思ってます。でね、
なんでこれ書いたかっていうと、よくね、昨日も、あ、今朝もいたの、なりますね。お前も右翼政党に行ったのかってね、唾吐いて行っちゃったおじさんがいたの、まあ、ストレス溜まってんなと。そうじゃないの。実はこの間、秋葉原で私どもの党の代表をしている松井一郎さんって大阪府知事、ご存知？なんか何は金融録に出てくるような顔してる人、もう本当は人がいいんだよ、気がちっちゃくて、誤解しないでください。彼が私と一緒に若い20代とか18の参政権持った人たち、わーって200人くらい来て公開討論やったの。他の人から質問なんかそんななると怖いから来ないんだけど、でね、最初の質問がね、松井さん憲法ってどう思ってんですかって聞いたの。自民党の改憲案ってどう思ってますかって聞いたの。私、松井さんもどんなこと言うのかなと、松井さんこう言ったの。今の自民党の改憲案は生煮えで、自民党の改憲案は個人がこうしろ、家庭がこうしろとか価値観の押し付けだと、価値観を押し付けるのは憲法じゃないから僕反対だよって言ったんですよ。マスコミいっぱい来てたもん。だって我々今安倍ちゃまの補完勢力って言われてんだよ、改憲派って言われてんだよ。今年は翌日の新聞、大変安倍ちゃまと松井ちゃま冷戦バトルって、スポーツ新聞とか東スポとか書くかと思ったの。朝日新聞を含めて産経新聞と読売新聞はもう、大阪維新自民党改憲案に反対だなんて腐り切ってるとかね、東京新聞と毎日新聞はようやっと俺たちの陣地に来たかとかね、書くかと思ったら一行も書いてないの。なんでだかわかる？だって書いちゃったら自分たちがレッテル貼るしてたのが崩れちゃうからでしょ。同じ改憲だって、私たちは3つだけ改憲を出した。1つは統治機構改革、それは今言ったように中央集権をやめましょう、地方の知事が 75% 霞が関の出身者みたいなのやめましょう。もう一個の2番目は憲法裁判所を作りましょう。これはね、ヨーロッパはみんなそうなんだよ。憲法を国会の場でやってたらね、政局になっちゃうと。だからちゃんと冷静に判断するところを作りましょうと、最高裁判所とは別に。3番目に書いてあるのがこの乳幼児から大学までの教育の完全無償化なの。これを言うとね、全然最初の2つとレベルやラベルが違うとかいう人がいる。でもこれは一つの事例。私たちはだって皆さん小学校でも多分習ったよね。我々憲法ってのは国民の権利をきちんと守るためにあって、権利ってのはないものねだのものじゃなくて、そしてそれを損ねないように国家の義務を規定するのが憲法でしょう。だけど今の多分言われてる憲法案って国民の義務を押し付けて国家の権利を語るような話ですよ。だからさっき改憲が社是の渡辺恒夫様が君臨する読売新聞は12年前の世論調査で憲法賛成派が 65% って記事書いたの。今年の5月3日知ってますか？憲法改正反対が読売新聞の調査でも5割になっちゃったの。だから5月3日の読売新聞一面の一番左か下に、それも反対5割っていうのが見出しになってなくて、なんかモニョモニョって書いた。他の世論調査だとみんな6割近い。なぜだかわかる。それはやはり皆さんは一字一句読んだわけじゃないけど、憲法ってそんな国民の義務を押し付けて国家の権利語るもんじゃないでしょって思ってる。5月18日に私どもの共同代表が片山虎之助と言います、参議院議員。本当は松井さんが党首討論出るべきなんだけど、大阪府知事で国会議員じゃないから出ちゃいけないって与党が言ってんの、野党が言ってんの。でも片山さんが出ました。最初に民進党が安倍様と党首討論した。次に日本共産党がやった。国政政党大阪維新の会時間もらったんだけどわずか4分。で、安倍さんご存知のように私もほら予算委員会とか代表質問で衆議院議員の時何度もやったけど、安倍様多分4分のうちね2分45秒くらいしか出てくる。そうすると1分15秒しかないのよ。でそこで片山さんが言ったのはね、古今東西昔から増税なんかして景気浮揚した国はねえんだから違うよってのをまず1個目に言った。その次に言ったのは日本国憲法の良いところは残す。でもう1個2番目に言ったのは緊急事態条項なんて熊本の地震を見ても不要だった。緊急事態条項を作りたいって今自民党言ってんだ。緊急事態条項って何だか知ってます？知らないでしょ。緊急事態条項ってのはね、時の最高権力者が世の中は今緊急事態だって言うと
国会よりも憲法よりも時の権力者が全て決められるっていう内容なんですよ。そして一旦決めた緊急事態条項をいつやめますかっていうのも時の権力者が決めることなんですよ。つまり一旦戒厳令が引かれたらずっと戒厳令かもしれないって、これってなんかほとんど韓国の上の方にある国と一緒じゃないですか。それを皆さんはそこまで読んでなくてもなんか変だなと思ってらっしゃるっていうことよ。そして片山虎之助は今憲法9条なんかいじるべきじゃないって言ってんの。これ聞いたらさ、自民党案と全然違うのにマスコミは単に内側だって、他の政党は憲法のここはどうかよくしましょうってのは言わないのよ。ただ守りますってんの。そしてなんか今までのことはうちも安保法制反対したんだけど、法律を廃止するとか反対してんの。でも本当に大事なことは賛成か反対かじゃなくて、やっぱり皆さんにこういう社会にしますよ、こういう税金の使い方でこういういい社会にしますよっていうのが私は政治だと思って、それがまあ私の公約のいくつかに書いてあること。だから私たちの今日今手伝ってくれてるのはみんな大阪維新の会の区議会議員や市会議員、まあ区議会議員もね、あのいる区といない区があったり、まあちっちゃいんだ、何しろ組織がないですからね。背後に大きな労働組合がいたり大きな上場企業がいたり、言ったらなんだけど大きな宗教団体がいる政党じゃないんで、うちは安倍様の補完勢力がもう今だから混ぜて、安倍さんの補完勢力は私は民進党だと実は思ってんの。だって思いません、民進党曲がりなりにも政権交代の立役者だった小沢一郎さんと畑山由紀夫さんを粛清したんだよ。ソビエトのなんか強硬政治やったヨシフ・スターリンの時代のように粛清したんだよ。そしてまあ政権が自民党に戻ってよかったって思ってる方も中にいるとは思うけれども、政権転落の永久戦犯の野田洋彦さんと菅直人さんが未だにノーノーと党内にいるんだよ。あの軟脈経営をやってた東芝だって役員は残りたいったけど、さすがに株主や世間の目が許さなかったじゃないですか。そして自民党安倍さん以上に安倍さん的な人が民進党の中にうちゃうちゃいるんだよ。私は自民党も昔はもっと奥行きがあったと思う。いろんな意見があった。今ね政党が一強多弱ってるけど自民党も一強多弱ですよ。みんな黙ってるじゃないですかね。野田聖子さんも黙っちゃってるよ本当に。村上誠一郎さんくらいで、村上さんくらいだよ喋ってんのは。それがきっと自民党今まで支持してきたけどちょっと違うんじゃないのかな、他に変わる人いないかもしれないけどちょっと違うんじゃないのかな、あるいは国民の義務をつけるってのはちょっと違うんじゃないのかなって思ってらっしゃる方々がいる。そして民進党は今言ったように安倍さんの体制を盤石にするための応援団ですよ、はっきり言って不甲斐なくて。私はまあ、他にもいろんな政党があってそれぞれ良いことは言ってると思ってます。でも私たちは今言ったように大きな組織がありません。企業団体献金も一切もらってません。なぜなら企業団体献金って自分の懐から出ないんだもん、経費になるんだもん、痛くも痒くもないお付き合いになるでしょ。社長が自分でポケットマネーで100万円でも1万円でも5000円でも寄付するならいい。それはねふるさと納税ってのも実は菅義偉さんは私が長野でちょっとやってた取り組みがあってそれをヒントにしてふるさと納税っていうのを作ったんだけど、ふるさと納税も本来はいい自治をやってるところ、自分の好きなスキー場がある、自分の実家のお墓がある、あるいはすごくいい自治やってる、そこに寄付しましょうっていうのがふるさと納税だったのに、今だっていっぱい物くれるのがいいふるさと納税だって本末転倒でしょ。でも5000円だってふるさと納税したら皆さんはその自治体どんな経営してるかなって見るようになるじゃないですか。献金だって個人が献金をすればやっぱりその政治家や政党がどんなことやってるのか関心持つようになんだ、人株主と同じで。でも企業から献金もらったら痛くもかゆくもないからお付き合いになっちゃう。私たちの政党はそれを唯一言ってるだけ。あるいはねこのさっき言った乳幼児から大学までの教育の完全無償化、他の本来福祉や教育を声高に語ってる政党が一度でも公約に掲げるべきなのに未だに上がってないでしょ。なんでだかわかる？わかんない。今じゃあその人たちが言ってるの何？
いや大学の授業料が高いと、親も払えない、子供も払えない、女子学生が意に沿わぬ夜のバイトをしていますと、救ってあげなきゃ。だから奨学金の額を増やしましょう。社会人になった後奨学金の雨ください、返済額を少し減らしましょう。でも誰がそれ決めるの？役人でしょ、官僚でしょ。これを裁量行政って言うんですよ。誰がおめこぼしをしてほしいんですか？族議員や族団体がますます動くでしょ。じゃあ奨学金を返済するのを免除するための事務センターができたら、そこは立派な天下り先になるでしょ。私はガラス張りの知事室のようにね、物事は包み隠すことのないオープンである必要がある。ちょっと難しい単語だけど、フェアって単語、公正ってこと、つまり理にかなってるってこと、みんなが納得できること。そしてもう一つ大事なことは、制度はシンプルであること。シンプルってのは単純ってことじゃありません。分かりやすいってことです。だって皆さんの携帯電話考えてください。いろんなマリにプログラムがあって、これがお得ですよって言うんだけど、翌日会社の同僚に、いや一番いい安いプランにしたいって言ったら、俺の方がもっと IT 詳しいから、こっちの方が同じ会社で安いプランだったってあったんじゃないですか。介護保険だってそうだ、いろんなプログラムがありますけど、選びきれないじゃないですか。制度はシンプルであることが必要。でもそれをしたら、今言ったように背後に大きな団体が控えてる人たちにとっては、その団体が補助金がなくなっておまんまの食い上げだから反対してるんだ。私たちはそういう団体のため、それぞれのところ組合や企業や宗教団体だって一人一人は純粋な人で、でも皆さんの会社がそうなのに、社員の大半がこっちの方がいいなと思ってるのに、いつの間にかなんか前例が、創業者の社長が言ったことだから変えられないとか言って、みんなの思ってるのと違う具合になってるじゃん。やっぱそこを変えなきゃ、日本は借金を抱えて福祉や教育も低迷していく。福祉や医療や教育って信州でもやった、30人学級6年生まで全国で最初にやった。福祉や医療や教育は皆さん、これこそ新しい雇用を生むんだよ。だってそうでしょう、皆さんが行ってる病院、レントゲンどころかねえ MRI や CT もある。でもそれの小さな点を、この点何かなって見つけて、この点が、黒い点があるからこういう治療しなきゃいけないって判断するのは人間でしょ。どんなに人工頭脳ができたって人間なんですよ。つまり福祉や医療や教育は人が人のお世話をして初めて成り立つものとするなら、これこそが雇用だし、これこそが経済効果だということを私たちは考えなきゃいけない。それは一部の北欧の国がやってたりね、南米の国がやってるけど、人口が日本はこの規模だからなんて、んなアホなこと言ってちゃいけませんと私は思ってんの。まあそんなこんながいろいろ書いてある、ぜひお読みくださいませ。とにかく東京は2020年オリンピックの後は宴の後で借金抱えるけど、人口も減っていくんだね。皆さんのご主人の本籍地がある秋田や鳥取は人口減っていくけど、地域のコミュニティがある。東京やコミュニティが希薄なところで人口が減っていったら、東京全体が限界集落になっちゃいます。私はオリンピックがあるからこそ、本当にうまくいくのかどうか知らねえけどね、あるからこそ逆に東京の足腰をきちんとこの間に鍛える、足元を作る、それが福祉や医療や教育の充実だと思って、私はこの7つの公約を書きました。だいぶ長く、もうこれ何人、また30分くらい喋っちゃった。よくこれだけ炎天下の中聞いてくれる人がいるよね、ありがたい限りで。よっぽど皆さん暇なの、あるいはなんか対抗陣営からこうやってなんか田中康夫を有頂天にさせようと思って、なんかお金もらってない、大丈夫、言ってくださいね。すぐに警察に言いに行きますから。ちょっと待って、何防衛ね、日本の防衛のこと、日本の防衛に関しては私は基本的に専守防衛ってこと、それはさっき言ったように、その人が人を殺しに行く軍事的予備役じゃなくて、人が人を助けに行く。そしてもう一個ね、日本に関して言うと、皆さん日本の面積は世界の62番目だか61番目だか63番目、でも排他的経済水域という領海を入れたら日本は世界6番目なんですよ。なのに尖閣の問題云々の時から日本の領土領海部ってのがないんだよ。領土領海を扱うのはどこか、外務省、海上保安庁やってんのは国土交通省、そして地下の資源があるのは経済産業省、そして防衛省、こんなに4つが
縦割り行政であるんですよ。本来これをきちんと内閣府の中に扱う部署を作りましょうって私は衆議院議員の時から言ったのに未だにできない。それは各省庁の縄張りがなくなるからでしょう。でも誰のために公務員は働いてるのか。私が知事になった時にね、流行語大賞ってのやったら、今なんかユーキャンってとこやってんだけど、自由国民社ってとこやってて、私が知事になった2000年に官対民、官って官直人さんじゃないよ、官僚の官対民の民、官対民って言葉をあなたが言ったんで、今年の流行語大賞の10個の中に入れるから表彰式に来いって電話が来たの、ガラス張りの知事室に。私はそんな言葉一度も言ってないって言ったの。知事になる前も知事選中も知事になった。だってそれは官僚になった人も長野県の職員になった人もいいお見合い来るかなと思ったかもしれない。でも 1% は向かい側の土木部の職員になった人は向かいの独居のおばあちゃんが歩きやすい歩道にしたいな、教育委員会行った人は障害を持った子どもも小学校の時には地域の子どもと学べるようにしたいな思ってたはずだ。でもそれをしようとすると先輩のやってきたことと違う、先輩に類が及ぶ、前例のないことはやりませんになってきた。レオン停止状態フリーズしちゃったんですよ。でもその人だってこ、ね、家のローンはあるし子供の教育に悩んで民なんですよ、一人一人人間なんですよ。だったら私はそのフリーズした人たちをせめて同じ人間の体温に戻してあげよう。壊すことは簡単。でもフランス革命の後何が起きました？リバウンドがあってナポレオン三世が出てきて大変な政治になっちゃったじゃないですか。私たちは壊すんじゃなくて、やっぱり同じ人間として体温が低くなっちゃってる人たちをもう一度民に戻してあげるっていうことだと思ってんの。まあそんなこんなで今のところも領土領海部作んなきゃって思ってます。ああまた公約入れなきゃ、まあ、今まで原稿にいっぱい書いてたけどね。最後ここにホームページが書いてあります。皆さんも最近スマホってのを使ってる。私は未だに電話はガラケーなんですよ。パソコンは使ってるんだけど、スマホだとここで全部今までの動画、銀座でやりました、荻窪でやりました、多摩センターでやりました演説が全部動画で載ってます。動画なんて田中は15分も20分も喋ってるのは聞けねえよという人のために文字起こしをしてる。文字で起こしてあると20分の演説もまあ多分皆さん 3,4 分で読めるんで、ご主人に明日このURL を教えてあげるとですね、翌日イヤホンつけてればスマホで副都心線ね、副都心線ってさ、横浜のみなとみらい線で事故があっただけでだよ、全部響いちゃうんだよ。これってね、私集団的自衛権だと思う。だってみなとみらい線、東横線、副都心線、有楽町線、西武有楽町線、東上線、全部つながってるから全部行っちゃうんだよ。今まではほら千代田線、メトロとね、小田急線と千代田線と JR の常磐線、まあ、せいぜい3つくらいだったんだよ。これ個別的自衛権、集団的自衛権になるともう予想のつかないことを起きちゃう。なんでこんな話になったんだ、ごめん話がそれちゃったんだけど、まあ、いずれにしてもそうだよ。だから分かった、いやいや、だから電車に乗ればスマホで皆さんのご主人も私のこの演説の文字起こししたの、まあ3つ先の駅まで行くまでには読めますから、ぜひお呼びいただいて、私ども大阪維新の会も私も大きな組織はありません。大きな労働組合も大きな上場企業も大きな宗教団体もついてません。でも多分皆さんが願っていることに最も近いことをお話ししていると思う。そしてそれは口先だけじゃなくて、私は自慢じゃないけどそれは県民が協力してくれたからだけど、信州長野県でやってきたと思います。あまりに利権作んなかったんで6年で支給派からちょっと追い出されちゃったんだけどね、人徳がなかったから。だけど私はやっぱり長いものに巻かれない、あるいは信念と行動力ということをこれからも貫こうと思ってます。ぜひそれを信じていただける方は7月10日の日にですね、あるいは今日も8時までやってますので、田中康夫と1枚目の投票用紙には書いてください。2枚目にはぜひ維新と書いてください。1枚目の投票用紙間違ってもヤッシーとか康夫ちゃんって書くと失格になりますのでね、ひらがなでもいいから田中康夫って書いてください。参院選東京選挙区立候補しております、私田中康夫です。どうぞよろしくお願いいたします。でこのチラシはうちお金ないけどいっぱい吸ったから
自分の分だけじゃなくてあと2枚くらい持ってってください。帰りの東上線や西武線の中でこうやって見てたら横の人が覗いたら横の人にあげてください。うちは運動員も全然いませんから。でも動員もかけないのにこんな炎天下にこれだけ長時間皆さんがお聞きいただいた人は捨てたもんじゃないと私は思ってます。みんな一人一人は微力です。でも微力だけどその人の思いが結集すれば微力だけど無力じゃないということをぜひ7月10日に皆さんと一緒に確認をし、そこで満足するんでなくてささやかだけど確かなことを一歩一歩着実に愚直に丹念に行っていきたいと思います。どうぞチラシ私どものスタッフが渡しますし、私と握手したい人は握手は無料です。大丈夫です。よろしくサインしてって言ったらいいんだ。サインもねこういうのにサインすると公職選挙法違反なんだって。でねこういうテレビの人がいるでしょ。だから知事はそのうちの話、知事はだから岩手県の借金に岩垣としてがやりたいって言うんだから増田博也さんが知事、そんな心が知事に乱れることは言っちゃいけない。参院選東京選挙区です。よろしくお願いします。なんだって田中康夫候補ありがとうございました。参院東京選挙区候補者田中康夫のお訴えでございました。40分以上の長丁場にわたりお聞きいただきまして誠にありがとうございました。参院45分ですね、はい。